スノーマン・佐久間大介土屋太鳳のかっこいい瞬間明かすマッチングクランクアップインタビュー映像解禁モデルプレス2024-0304女優の土屋太鳳が主演 SnowMan の作間大介が出演する映画マッチングよりクランクアップインタビュー映像が解禁された土屋太鳳主演マッチング本作はマッチングアプリによって増えた出会いの裏に仕掛けられた恐怖を完全オリジナルで描く新感覚サスペンススリラー ウェディングプランナーとして仕事は充実しながらも恋愛オンチな主人公和花役には土屋和花とアプリでマッチングする狂気のストーカー、長山智也役に佐久間和花に思いを寄せるマッチングアプリ運営会社のプログラマー影山剛役を金子信明が演じる。 そして、和花吐き夢影山が巻き込まれていくアプリコン連続殺人事件を杉本哲太、片山萌美、まとぶせい、後藤武則、片岡玲子、斉藤幸ら実力派キャスト陣が逼迫した演技のリアリティで恐怖を、煽り主題歌エメ800がクライマックスを切なく彩る。 土屋太夫佐久間大介・金子信明総思想愛の絆見せる解禁されたインタビュー映像では撮影が終わったばかりの土屋・佐久間・金子がそれぞれのキャストとの共演した印象をおごっている恋愛オンチな主人公・和花役を演じた土屋は佐久間と金子と共演し佐久間さんがトムじゃなかったら金子さんが影山じゃなかったらと思うほどあの二人しか信じられないくらいぴったりだった二人がいたから私も和花になれたと二人への感謝を伝えている